はい、どうもこんにちは。今回は雑談動画です。今回は新三国無双4のキャラにおけるスクールカーストなら上位組と下位組は一体誰になるのかというのを考えてみました。皆さん学校行ってた時って男女問わず少なからずですね、スクールカーストってものが多少なりとも存在したと思うんですよね。まあ、そのカーストのどの軍団に入るかで、特に女の子なんかはその年の学校生活の水準が決まってしまったりした人もいるんではないでしょうか。ただこれはカーストごとの仲が悪い場合であって、僕もそうでしたが、基本的にはどのカーストも仲は良かったです。今回の動画ではそんなスクールカーストという面に重きを置いて、上位組と下位組に分けて考えてみようと思います。もうね、この上位と下位っていう言い方が良くなさそうですし、今のご時世こんなことやっていいのかちょっと気になるところではあるんですが、まあこれはね、よく見る泥沼学園ドラマものだと思ってご覧ください。なおですね、今回の選出基準は見た目や性格、雰囲気や口調などから考えています。なので曹操は総大将だからまとめる力があって一軍みたいな立場では判断しないようにしていますので、ご理解ください。まあ、今回はね、完全に緩い感じの動画になるので、まあ、聞き流す程度で聞いてもらえると幸いです。それではまあね、危ない客やってみよう。はい、それではですね、まずとりあえず上位組、学校で、まあ、いわゆる陽キャと呼ばれる軍団に所属してそうなキャラを見ていきます。まず1人目はカコートンです。カコートンは基本的に物静かではあるものの、若干近寄りがたい雰囲気を醸し出しているキャラで、あんまり群れるようなタイプではなさそうですね。意外と話しかけてみると裏表のない気持ちいい対応で会話してくれそうな、まあ、友達にできたら一番心強いタイプの武将ではないでしょうか。問題点としてカコートンは白暴派でもそうですが、結構短気な性格なので気を使うようであれば友達には向かないと思います。まあ、カコートンを、まあ、自分と同じレベルで分け隔てなく接することができるような人物はぜひ友達にしておきましょう。はい、続いて2人目3人目は天意と巨女です。この2人は曹操の親衛隊であったというところから義理深く力自慢で中途半端に意見を曲げない、言うなればどこの軍団にも属さない自分たちだけの世界観を持っていそうな2人ではないでしょうか。そのためカーストという枠には入らないんですが、2人でいつも行動、性格は穏やかかつ豪快で、男子からも女子からも好かれるような気持ちのいい人物なような気がします。天意は男子女子問わず気さくで楽しく話してくれそうですし、巨長はみんなの癒しキャラ、まあ、大食いキャラとかで売ってそうなイメージですよね。クラス対抗綱引き大会とかあればこの2人が中心となって戦うことになることは言うまでもありません。はい、次4人目は新規です。新規は完全に女子軍団カーストをまとめる絶対的女王様という感じがしてなりません。てか女王様であってほしいです。僕の永遠の女王様です。おしとやかで高貴な雰囲気漂う新規は女子の中では圧倒的な存在感を叩き出していることは間違いないですね。ただ男子からすれば少し近寄りがたい雰囲気でしょうし、新規自体惚れた男以外には見向きもしない結構きつめの性格っぽくもあるので、新規を彼女にできれば勝ち組間違いなしですね。次5人目は総比です。総比はカースト上位の中でも正統派グループをまとめているリーダーというイメージですね。リーダーではあるものの、そこまで喋ることはなく、自分の周りで取り巻きがわちゃわちゃして、自分は窓の外の景色をぼーっと眺めているようなイメージです。認めたくはありませんが、多分この世界線でも新規と付き合ってそうですね。悔しい。ただ、曹丕はイケメンですし、歯に衣着せぬ物言いで、きつく感じることはあっても不快感は感じない立ち位置かなと思います。次、6人目は周囲です。周囲はとにかくイケメンなので、女子からの人気も高く、お坊ちゃまっぽいイメージですね。サラサラロングヘアという男子生徒ではありえないレベルのイケメン具合は、クラスでの人気もさることながら、学校中で間違いなくファンクラブができていることでしょう。ただ本人はそこまで乗り気じゃなく、暑苦しく感じているような気もしますね。まあ、余談ですが、こう間違いなく生徒会長してます。はい、7人目はカンネです。カンネは体中に入れ墨が入った仲間思いの武闘派グループのリーダーというイメージですね。先ほど紹介した曹丕のグループとは違ったグループでカーストをまとめているのかなと思います。少々やんちゃが過ぎる時もあり、先生の格好の的になっていそうなんですが、本人は気に留める様子もなく友達と自由気ままに遊び回ってそうですね。カンネは基本誰とでも仲良くしてくれそうなので、見た目とのギャップも相まって曹丕よりは学校での人気が高そうです。はい、次8人目は孫作です。孫作はカンネと同じグループで2大巨頭としてグループをまとめている熱血タイプのキャラですね。とにかく熱血で運動神経抜群、
体育祭とかで全力を出し切るタイプのパンサー尾形さんみたいなタイプです。熱血タイプではありますが、真面目で勉強もそこそここなす器用富豪といったイメージを僕は持ちました。はい、次9人目は亮斗です。亮斗は基本的にあまりつるんだりはしないタイプなんですが、そのイケメンさと落ち着き、甘いマスクから後輩女子人気が非常に高そうな人物ですね。本人は少しチャラく、彼女ができてもあまり一途にはならなそうで、少し心に闇を抱えているタイプの人物っぽいイメージです。グループには所属しないものの、カースト的には上位に食い込むのではないでしょうか。ちなみに本人すごい落ち着いているので、関連のグループとは必要以上に近づかなさそうです。はい、次10人目は趙雲です。趙雲はもう言うまでもないですね。真面目で秀才、正義感が強く、運動神経もそこそこで、人当たりがいいため同世代女子からの人気がかなり高いと思われます。ただ同世代男子から嫌われているというわけではなく、誰とでもちょうどいい距離感を保ってうまく学校生活を送っているタイプではないでしょうか。まあ、僕が一番理想とする形ですね。はい、ここからは打って変わってカースト界、少し近寄りがたい避けられがちなキャラを見ていきましょう。まず1人目はトウタクです。トウタクは単純に嫌われてます。とんでも火力なわがままボディと人の気持ちを考えない横暴な振る舞いは、当たり前のごとく本当の意味での友達なんてできません。堂々といじめとかやるタイプです。ただ権力はあるので、みんななかなか逆らうことができず、いい感じにおだてられて調子に乗らされて、陰でみんなから悪口を言われているタイプですね。余談なんですが、僕はね、このトウタクが赤目が切るのオネスト大臣にしか見えません。これ分かる人います？はい、2人目は炎翔です。炎翔もまあまあ嫌われてそうですね。自分が他の人と比べてちょっといい生まれかなんかで、自分が偉くなった気になっているタイプです。基本的に口調も常に上から目線ですし、金に物を言わして周りに友達もどきをはべらしているタイプです。おごらず堅実な性格になれば普通にいい人なんだと思うんですが、人をイラつかせる才能が飛び抜けているので、周りの人間から好かれることはないでしょう。ただお金は持ってるので人付き合いは悪くなく、いいようにおごらされるタイプですね。はい、3人目は聴覚です。こいつはもう本当に考えるまでもないです。絶対に親がやばい。まず間違いなく親がモンスターペアレントであり、学校での布教活動、飲むだけでガンが消滅する水とか飲んでそうです。聴覚はもう上辺だけの付き合いとかではなく、全員からガチで避けられるタイプの一番かわいそうな部類の人物だと思います。僕の学校にも実際にこいつの親はほんまもんのやばいやつみたいな人はいたんですが、皆さん周りにいましたか？親同士でも噂になるくらいの危なさを持っているモンペには注意しましょう。はい、ということで抜きに抜いた今回主観丸出しの動画でしたが、いかがだったでしょうか。実際の性格とかではなく、僕は基本的にゲーム内での見た目や性格を考えて動画を作っていますので、皆さんも抜きに抜いた状態でハードルを下げて見てもらえると助かります。他にもですね、このキャラも入るだろうとかね、絶対あると思うので、もしよかったらコメントなどで教えてください。それでは今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。